はい、こんにちは。コーチ指圧マッサージメソッドの奏者コーチ直也です。お元気でしょうか。本日もこのコーチ指圧マッサージメソッドの動画コラムをご覧になっていただき、本当にありがとうございます。ですね、まあ、来年、今年ですね、2月にイタリアのですね、ミラノとローマで2月24日25日にですね、コーチ指圧マッサージメソッドのレベル1ですね、を行いますので、でもうその詳細はですね、まあ、近日中に、正式にですね、まあ、ホームページとか、もしくは他のところで、お伝えしようと思いますので、もしですね、ご興味あったら参加してみてください。今日のコーチ指圧マッサージメソッドの無料の動画コラムのテーマなんですけども、頭痛、考えていきたいと思います。まずですね、頭痛のポイントなんですけども、頭痛のポイントは緊張性の頭痛の場合なんですけども、肩の筋肉が非常にこう疲労して頭が痛くなってる時が多いということで、見分け方のポイントなんですけども、それは両側性ということですね。両側性にあるということです。で、もう一つナンバー2はですね、頭が痛い時期が長い場合、例えば2週間3週間続いているという場合は、施術の前にですね、すぐに病院の方に進めていってください。頭痛といっても非常に侮れない、症状なんですね。脳とか脳血管の問題がありますから、非常にですね、そこら辺は見分けてください。そして、緊張性の頭痛の場合なんですけども、そのポイントをここに書きました。ナンバーワンは腋下部、脇の下ですね、脇の下になります。ここをしっかりとコーチメソッドのそのテクニックを使ってここをアプローチしていくと、非常にですね、この頭痛に関しては有効になります。ナンバー2はですね、まあ鎖骨下筋になるわけですね。鎖骨下筋というのはどこかというと、ここに鎖骨がありまして、この鎖骨のですね、その下ですね、ここの鎖骨下筋が非常に大事になってきます。今日のポイントなんですけども、まずこの頭痛に関しては、両方が非常に辛いということがポイント。そしてその頭痛の期間が3週間とか続いている場合はですね、すぐに病院に進めていくことで、緊張性の頭痛の施術の場合ですと、この脇の下ですね、脇の下とこの鎖骨の下の鎖骨下筋という筋肉を調整していくと、非常に効果が出やすいということでした。はい、今日は以上になります。次回ですね、またお会いしましょう。